の中スリーにはしたくないんですけれども、フォークあるいはチェンジアップが合ってないので、まあここはあと2球勝負できますから、フォーク系で来るかもしれませんけど、裏を変えてまっすぐ、スパッと来るか。真ん中に構えた島、則本ストレート、2球続けました。もう試合は動いてますから、本当にバッターも、ね、考えて打席に立ってないといけませんし、ビッグチャンスです。セラテリからしても勢いに乗っていけるような場面です。変化球でした。空振りの三振。満塁のチャンスではありましたが、則本がなんとか踏ん張っています。最後のシーン、チェンジアップでしたか、フォークでしたか、これ最後落としましたね。5回の裏、ライオンズはしかし2点を返して5対3で5回まで来ています。